はい、こんにちは、こんばんは、白銀のハトです。今回は様々なシステムがありますが、 B、A、Q でどのシステムが一番おすすめですか、またどのシステムが一番強いと思いますかという質問が来てたんで、それについてお話ししていこうかなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ということで早速やっていくんですが、今回システムできる主要キャラクターをとりあえず持ってきました。はい、バスターのシステムができるヒカリコヤンシステム、アーツのシステムをすることができるキャストリアシステム、そしてクイックのシステムをすることができるスカリーシステム、この3つが基準となってくるんで覚えておいて損はないかなと思います。で、下側にある概念霊槍に関してなんですが、ヒカリコヤンだった場合トツカレスコが基本前提、キャストリアだった場合クロセイハイが前提、水着スカリーだった場合 NP50% 霊槍の旧性能もしくは NP 獲得量アップの霊槍が前提という形になっているんで、まあ、これをメインで見てもらえればいいかなと思います。で、まあ一応光しコヤンでもクロセイハイできるとか、キャストリアでも NP 獲得量、スカリーでもクロセイハイっていうのができたりはするんですが、まあ基本大体のサーバントはこれをメインで使っていくという形になってるんで、まあちょっと例外は今回省かせてもらいます。まあ後々ちょっとお話しするかもっていう感じですね。ではもう早速お話ししていくんですが、どのシステムが一番おすすめですかという質問に関しては、個人的にキャストリア一強かなと思います。はい、なんでかっていうと、まずアーツでシステムができるキャラクターっていうのがいっぱいいます。はい、アタッカーに縛られないという意味で結構おすすめだったりするのと、キャストリアのアーツシステム自体チキがめちゃくちゃ低いです。はい、クロセイハイ運用しているんですが、別にクロセイハイじゃなくてもいいんですよ。 NP 獲得量アップの霊槍とかアーツ性能アップ、はたまた白聖杯でもいいみたいな感じになってるんで、初心者がとりあえずシステム組みたいなって思った際には、基本キャストリアを当ててアーツのシステムをするっていうのが一番いいんじゃないかなと思います。ただアーツシステムに関してなんですが、クロセイハイとかを使っていないと火力が低くなります。はい、それがちょっと難点ですね。アーツのシステム基本いろんな人におすすめはできるんですが、クロセイハイ等の宝具火力アップの霊槍じゃない場合、宝具の火力が出にくいということで宝具レベルを上げないといけないっていう欠点があるんで、そこだけ注意してください。ただやっぱどこでもフリークエストの周回でシステムしたいとか、まあ90イベントの90編成ですね、そこでシステムをしたいって思った際には、宝具レベル1のサーヴァントでも有利クラス取ってたらある程度簡単にポンポンポンって突破することができたりするので、まあそういった意味ではやっぱりどのシステムが一番おすすめかって言われるとキャストリアになるかな、アーツのシステムになるかなと思います。で、2番目におすすめのシステムに関してなんですが、俺個人としてはどっこいどっこいなんだよね。ヒカリーとヒカリコヤン、まあ強いて言うんだったらヒカリコヤンかなって感じです。はい、でこれなんでかっていうと、まあカレイドスコープっていうね、ちょっと敷居が高いのはあったりはするんですが、これあればどこでも周回できるんですよ。よくあるシステムをする上で NP 回収率が足りないっていう問題点があるんですが、ヒカリコヤンに関してはトツカレイドスコープ、まあミトツカレスコなアペンドでも構いません、それがあれば普通に簡単にシステムをすることができます。はい、 NP のリチャージとかは関係ありませんっていうね、宝具連発のシステムとなってるんで、そういった意味ではやっぱりおすすめになるかなっていう感じです。アーツとクイックの NP 獲得量を気にせずにシステムできるっていうのが、まあバスターの利点だったりするんで、そういった意味ではいいかな。ただマスター霊槍がアトラスインに限定されます、もしくはオーダーチェンジの CT を1加速させるサーヴァントに限定されるという形になるんで、そういった意味ではちょっと敷居は高めなのかなっていう感じです。ということで、まあおすすめのシステムに関してはこんな感じですね。順位としておすすめしたいなと思う順番で言うと、キャストリア、ヒカリコヤン、スカリーっていう感じです。でスカリーをなぜおすすめしないかっていうと、システムができるキャラクターがそこまで多くないからです。はい、まあ敷居がやっぱ Q のシステムは高いんですよ。そうなった時にそのキャラクターをわざわざ当てるべきかって言われると、まあちょっと俺としてはあまりおすすめできないっていう気持ちになるので、
まあ本当におすすめ順としてキャストリア、ヒカリコヤン、水着スカリのシステム A、B 級の順におすすめと思ってもらえればいいかなと思います。そして次、どのシステムが強いと思いますか？これに関してはね、ちょっと順序が変わります。はい。で、俺個人として強いなって思うのはバスターかなって感じです。はい。バスター、クイックアーツかな、強い的なことを考えるとこうかもしれないってやつです。うん。で、まあ理由としてお話ししていくんですが、まずシステムを組める上で NP チャージのことを考えずに済む、やっぱり光小屋システム、これはめちゃくちゃ強いです。概念レースを縛られてしまうっていうデメリットはあるんですが、普通に火力面でぶっ飛ばせるんですよ。そうなった時にやっぱり強いなって思ったりするんで、光コヤンが個人的に一番強いかなと思います。で、その次ヒカリということで、えって思う方いると思うんですが、旧宝具って普通に火力が高いんですよ。単純に火力が高いっていうのと、旧宝具でぶん殴ろうって思った際にクリティカル運用できます。はい。これが個人的に強いなって思ってて、まあ、スカディだった場合急性能とバスター性能アップしてくれます。はい。まあ、バスターはクリ威力アップなんですが、そうなった時に死ぬコマンドカードがあまりないんですよ。というかアーツしかないんですよ。例えば水着スカディでシステムしようって思ってぶん殴ろうってなった時に、打ち漏らしちゃったってなったら、バスターと Q どちらかで殴れば大体的死にます。アーツがバフ1個もないんで、そこが火力出ないっていうデメリットにはなってるんですが、やっぱ2枚のコマンドカードをうまいこと運用することができるって考えた際に、まあスカディシステムする上で保険があるってことを考えると強いなと個人的に思うので、まあ水着スカディ俺2番目に入れよっかなっていう感じです。で、キャストリアのシステム、アーツですね。これに関してはまあ正直ね、弱いわけがないんですよ。はい。で、強いかって言われると俺個人としては強い。ただやっぱ NP チャージのことを考えるとオーバーキルしないといけない、このこと考えたらなーっていうね話になるんで、ちょっとね、なんか物足りない感があるんだよね。バスターだったらあの NP チャージ関係なしでシステムができる、 Q だったらクリティカル主軸で投げれる、アーツは宝具連発だけ、まあ、クロス配運用できるっていうメリットはあるんですが、宝具連発できるだけだよねみたいな感じになるんで、そのシステムの潜在的強さ的なことを言うと、俺個人としてはバスター Q、 アーツになるんじゃないかなって思います。はい。まあ、ただ、まあ、正直ね、順番的なことを言うとこういう感じでイコールにしてもいいかもしれない。うん。正直ね、これに関して強さって人によって変わるんですよ、めちゃくちゃ。例えばで言うと、バスターのキャラクターいっぱい持ってるだったらバスターのシステムが強くなるし、 Q のシステムキャラクターいっぱい持ってるってなるんだったら Q のシステムが強くなる、アーツだったらアーツみたいな感じになります。で、そこからさらに宝具が上がってるか上がってないかによっても変わります。アーツ宝具のキャラクター宝具レベル5いるぜ、バスターは宝具レベル1だってなったら宝具レベル5のアーツシステムの方が火力出るよねっていう話になるんで、まあこれに関しては一概にどれが一番強いかっていうのは答えることちょっと難しいんですが、俺個人としてバスター級アーツという順番にしてもらおう、させてもらおうかなと思います。まあただ正直ね、まあ自分の好きなサーバントでシステムするのがね一番楽しくてね強かったりするんで、まあ強さっていう意味では特にどのシステムも強いと思ってもらえればいいんじゃないかなと思います。はい。ということでね、結構いろいろお話ししてきたんですがこんな感じです。まずシステムでどれがおすすめかっていうと、個人的に、アーツ、バスター、Q の順で、どのシステムが一番強いですかってなった際、個人的に B、Q、A っていう感じです。で、まあシステムのおすすめで言うと、やっぱりね、アーツいろんなキャラクターができたりとかするんでめちゃくちゃおすすめです。ただ最終的に90プラプラとかを考えると、Q とかバスターとかも強くなったりするんで、まあそこら辺のことを考えたら、まあ自分の好きなシステムをすればいいんじゃないかなと思います。はい。結論としてそれでいいのかって思ったんだけど、まあいいか。はい。では最後まで見てくださった皆さん、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とか高評価してもらえたら嬉しいです。それじゃあバイバイ。
っていう。